日経新聞消費増税要求で批判殺到。本日日経新聞が10年後の財政破綻確率50%将来世代の負担を考えると題した記事を配信し、その中で日本の財政健全化には消費税15%から20%分の対策が必要だと主張してしまったため現在批判が殺到しております。こういった財政健全化においては例えばアメリカも 長年にわたってて財財政政赤字がが、続いておりますす破綻るるななどとと批判されることはなく、日本においても財務省が国際通貨を持っている先進国が財政破綻することはないと明言しておりますので日本に対してもです、ね、財政破綻するかもしれないと主張すること自体が間違ってしまっております。 また、財政健全化を目指すのであれば、このようなグラフがございますけども、日本においては、景気が良ければ、ほぼ財政健全化を達成しているという事実があり、例えば、景気が良かった2007年頃は、ほぼですね、財政健全化が達成できておりますが、このような中で、 日経新聞は新聞の名前に経済と関しているにもかかわらず日本で最も財政健全化が実現できていた時期に何が起こっていたのか全く把握できていない模様です、まあ、こういった新聞例えば消費税を満額納めているのであればまだしも実際には 軽減税率が適用されており、そういった消費税の経済への悪影響というものを新聞社自身も理解できているはずでございますけれども、まあ、こういった税金を政府が増やしてしまいますと、国民や企業が使えるお金が少なくなり、不景気となって、政府にとっては 全体で税収が減ってしまうという悪循環に陥ってしまいます。であれば、税率はそのままで政府が経済対策を行って経済成長を実現し、税収を増やす方が現実的ではないんでしょうか。日経新聞には、ぜひとも日本においてほぼ財政健全化が実現されていた時期に、 何が起こっていたのか、まあ、要するに景気が良ければ財政健全化も達成できるという事実がございますので、こういった消費増税による財政健全化を要求することなく、まあ、そもそも日本において財政健全化が必要なのか、増税が 必要なのかという問題について、二家新聞には事実に基づいた主張を今後は行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。